IRT イースタンパークウェイ線は、ニューヨーク市地下鉄の A ディビジョンの路線の一つで、ダウンタウンブルックリンから、始まりフラットブッシュアベニューに沿って南へ、そして、イースタンパークウェイに沿って東へ、クラウンハイツへと至っている。クラウンハイツ、ユーティカアベニュー駅を過ぎると、路線は、高架構造へと登っていき、IRT ニューロッツ線となって、イーストニューヨークのニューロッツアベニュー駅で終点となる。 イースタンパークウェイ線の西側の橋は、イースト側の下をくぐるジョレールモンストリートトンネルの中にある。イースタンパークウェイ線のフランクリンアベニュー駅の南側で IRT のストランドアベニュー線が観光線の線路から分岐している。イースタンパークウェイ線のアトランティックアベニュー駅までの区間は、 インターボローラビットトランジットが最初に建設した第1契約の地下鉄の延伸区間を建設する計画である第2契約の一環として建設された。第2契約ではマンハッタンにある当初路線のシティホール駅からブルックリンにあるアトランティックアベニュー駅までを延伸することになり、契約は1902年9月11日に結ばれた。 第二契約の建設は1903年3月4日に着工された。イースト川をくぐるためにトンネルを建設する必要があった。このトンネル、ジョレール・モンストリートトンネルはニューヨークの地下鉄網で最初の推定トンネルでマンハッタンとブルックリンを結び、1908年1月9日に開通して地下鉄がボーリンググリーン駅からボローホール駅まで延長された。 トンネルの建設中、クリフォード・ホーランドが技術者助手として働いていた。このトンネルは2006年2月9日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。1908年5月1日に路線がボローホール駅からロングアイランド鉄道のフラットブッシュアベニュー駅近くにあるアトランティックアベニュー駅まで延伸され、第二契約の建設工事が完成した。 IRT の路線がブルックリンまで開通したことで BRT の高架鉄道路線及びブルックリン橋を通る路面電車の路線から利用客が新しい地下鉄に移り BRT の利用客が減少したブルックリンへの延長工事に際してはボローホール駅とアトランティックアベニュー駅の間を複々線で建設したりフルトンストリートとフラットブッシュアベニュー フラットブッシュアベニューとラファイエットアベニュー、アトランティックアベニューと4番街において鏡板を準備したり、将来のブルックリンにおける地下鉄延長に向けた準備工事が行われた。ジョレール・モンストリートトンネルが過密になってきたことから、ブルックリンとマンハッタンのウェストサイドを直接結ぶルートとなるクラークストリートの下を通る2番目のトンネルを建設することをホランドは決めた。 クラークストリートトンネルの建設工事は、悪気工法を併用したシールド工法を用いて1914年10月12日に開始された。北側のトンネルは1916年11月28日に貫通した。このトンネルは全長5900フィート、推定下の長さは約3100フィートで、最終的に1919 19年4月15日に、 営業運行を開始した。このトンネルの開通でマンハッタンのイーストサイドからもウェストサイドからも IRT を利用してブルックリンへ行けるようになった。アトランティックアベニュー駅から東へはデュアルコントラクトの一環として路線が延長された。IRT イースタンパークウェイ線はアトランティックアベニュー駅より東ユーティカアベニューまで行ってそこからのストランドアベニューの地下線で フラットブッシュアベニューまで1915年から1918年にかけて建設された。1920年8月23日にイースタンパークウェイ線がアトランティックアベニュー駅からユーティカアベニュー駅まで開通した。この区間は IRT ブロードウェイマイナス7番外線からの列車が運行した。建設業者が各駅停車用の駅の建設を予定通りに 完成させられなかったため、列車はアトランティックアベニュー駅からフランクリンアベニュー駅までの間は急行線経由で運転された。路線開業時には準備が間に合わなかったバーゲンストリート駅、グランドアーミープラザ駅、イースタンパークウェーブルックリン美術館駅の3駅は1920年10月10日に開業した。1948年2月2日には ホイトストリート駅のプラットフォーム延長が完成し、従来の5両編成の列車のみから10両編成の急行用編成も停車できるようになった。1961年8月には IRT 網の運行の遅延や混雑の原因となっていたネビンズストリート駅とアトランティックアベニュー駅の間の問題箇所を250万ドルかけて解消するプロジェクトを ニューヨークシティトランジットオーソリティの議長、チャールズ・パターソンが発表した。このプロジェクトでは2年間かけてこの地域の線路配置を改良することになっていた。これらの2駅のプラットフォームは当時8両または9両編成のみに対応していたが10両編成に対応するように延長されることになっていた。またこれらの2駅の間の線路は一部の曲線を 修正して直線化するが、すべての曲線の除去まではできないとされた。1964年から1965年にかけての会計年度では、バーゲンストリート駅、イースタンパークウェーブルックリン美術館駅、ノストランドアベニュー駅、キングストンアベニュー駅について、51フィート長の IRT 車両重量編成に対応する525フィートの長さに延長された。 以下の系統が i r t イースタンパークウェイ線の一部、または全区間を走行する。i r t イースタンパークウェイ線は IRT 歴新ントンアベニュー線からジョレールモンストリートトンネルを通ってブルックリンに入り、ボローホール駅までトンネル名の由来となったジョレールモンストリートの下を通る。アダムズストリートとボールムプラザの東で IRT ブロードウェイマイナス7番外線が合流し、フルトンストリートの下を走り、続いて南東に向きを変えて、フラットブッシュアベニューへ入り、ここでは BMT ブライトン線も一部区間で並走する。フラットブッシュアベニューでの最初の駅はネビンズストリート駅で、この駅には仮想に使われていない線路とホームがある。そしてアトランティックアベニュー駅までがこの路線の最初に、 開通した区間である。バーゲンストリート駅とグランドアーミープラザ駅の間で、BMT ブライトン線の両側に線路が分岐する。グランドアーミープラザ駅の東では、イースタンパークウェイ線の名前の由来となった、イースタンパークウェイの下に入り、ブルックリン美術館近くのイースタンパークウェイ、ブルックリン美術館駅が最初の駅である。その次は、 ブルックリン植物園近くのフランクリンアベニュー駅で、この駅には地上にある BMT フランクリンアベニュー線とのストランド分岐点のすぐ先で南側へ分岐していく IRT のストランドアベニュー線も乗り入れている。残りの3カ所の駅は、伏線の線路の2層構造になっており、各層にそれぞれプラットフォームがある。その後、IRT イースタンパークウェイ線は当初意図されていた。 終点よりも一ブロック東にある、ラルフアベニューで終わっており、一方観光船は南東に分岐して IRT、ニューロッツ船となり、バッファローアベニュー近くのリンカーンテラスパークで地上に、顔を出す。ボローホール駅は北高のみ、バリアフリーである。WEN、テンプレート、アタッチド KML、IRT イースタンパークウェイラインウィキデータにある、KML。ありがとうございます。